今回は品川観光大使シナモロールと一緒に品川区の観光案内所をご紹介します。最初に訪れたのは品川観光協会シナカンプラザ。シナモロールで装飾されていて親しみやすくて入りやすい観光案内所です。品川区の観光名所を紹介する街歩きガイドマップの配布やシェアサイクル1日パスの販売、他にも品川観光協会認定品川区内の名品一品品川土産を取り扱っています。シナモン君、今日は何の用で来たのかな。職員が丁寧に案内してくれます。品川区のマンホールカードの配布場所でもあります。品川区にはシナモロールのマンホールが8種類あるので探してみてください。続いて訪れたのは南品川桜菓子町中観光案内所です。町中観光案内所は1929年頃に交番として開設された建物が改修されて使用されています。当時の面影が感じられる歴史的にもとても貴重な建造物です。こちらでも観光パンフレットの配布はもちろんのこと、町の歴史についても学ぶことができます。ぜひお気軽に職員にお尋ねください。近くには品川宿交流館本宿お休み所があります。品川宿の歴史や見どころが発見できて駄菓子も楽しめます。詳しくは別の動画でご紹介しているのでぜひご覧ください。そして最後にインフォ&カフェスクエアのご紹介をします。観光情報を確認しながら人気の蜂蜜レモンスカッシュをお楽しみください。こちらも詳しくは別の動画でご紹介しています。ぜひご覧ください。今回は品川区の観光案内所のご紹介でした。お近くに立ち寄られた際はぜひお気軽にお立ち寄りください。